ッテ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 ッ
どんな街になってるかなって。正直ね、あのネットとか見れば女川の今の現状なんてわかるんですけど、それをちょっと見かけた時に、あれそういえば行ってねえなーと思って、これはツーリング兼ねて一回行っとかねえとなーと思って今日来てます。ああ、こっから曲がってきるようになったんだね。あ、上に住宅地作ったんだ。へえ、まだまだ工事張りしてっぺやん。おー、久しぶり女川。通がよう、海っぺりはなんもないんだね。あら、綺麗になったほど。れれ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 れ、浜テラス到着。海鮮浜飯美味しかった。しかも1000円だし、もうちょっと金額いいんじゃねえかなって思うんだけど。あ、やべ、これ見えます？まさかの 33,333 女川浜テラスで記録。おー、すげえラッキー、止まったところでこんなになってた。さて、女川の駅の周りをくるくる回ってみましょうか。こんな立派な施設できてると思わなかった。浜テラス大神、もう全てが立派になったね。まあ全てが一回なくなったからしょうがねえんだけど。そっか、高いところから見たいけど、まだいろいろ工事中なんだよな。そうは言っても、ここ女川駅、女川駅ちょっと行ってみっか。いやー、立派だね女川駅。見違えるっていうか、すげえよこの駅舎の裏にこれっていうね。はあ、なるほど。まあちょっと安心した、こうなっててくれで。分かりづらいかもしれませんが、ここには女川駅がありました。こちらが女川の町役場ですね。その向こう側に見えるのが町立病院ですね。こうして見ると高いところはあるんですが、海を背に振り返ってみるとだいぶ奥まで津波が行ったんだなというのが分かります。なんもなくなっちゃってますね。駐車場にもなってんのね、駅のところ。あ、女川の庁舎ってここなんだ。あー、なるほどなるほど。まあ、ないやっぱ工事中多いな。写真がちょうどあの辺りなんですよ、転がってたのが。もうわかんねえな。変わりすぎちゃって。まだまだ工事中だね。さて、コバルトライン行こう。コバルトライン、ここまで来たのね、津波。出てきた、鮎川浜コバルトライン。なんか警察うろちょろしてるっていうんで、今日はのんびり行こう。もう
大丈夫かこっち通して。ショートカット。さて、コバルトライン行きます。